どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日から一緒に多分学んでいくことになるのかな、保護犬のね、マリーちゃんです。というわけで、うちでこれからね、トレーニング入れながら次の飼い主さんを探すっていうところまで流れをやっていこうかなと思うんですけど、ちょっとどんなのか紹介すると、今ね、見ててもらうと分かるんですけど、ちょっと呼吸が荒いですよね。で、全体的にはね、今ちょっとストレスがかかってる感じで、今、リードが2本ついてるんですけど、リードを噛み切って逃げちゃったりとか、リードをつけて引っ張るとパニックを起こすっていうことで、今ね、ここでついてるリードっていうのは片方が噛まれてもね、切れないようにワイヤーで、もう片方は普通のリードを使ってる形になってますね。で、これからね、今お散歩も全くできないので、お散歩の練習も含めてやっていきたいなと思うんですけど、最初にね、どんな子なのかっていうところからね、ちょっと説明していきます。もともとはね、お母さん犬と一緒にうろうろしてて、野犬ちゃんみたいですね。あの野犬の子だった。で、そこからお母さんだけセンターに連れてかれて、取り残されちゃった子がこの子で、もう一頭いたんだけども、もう一頭の子は人に懐いたりするのが、もうちょっとね、人に懐っこくいたので、すぐになんかもらわれてったみたいなんですけど、もう一頭ね、いたこっちのマリーちゃんっていう子の方がちょっとね、残ってしまって、で、お家でね、トレーニング入れたりとか、お家で多分ね、ある程度こう一緒に過ごしたりっていうことをしてたんだけども、まあ、なかなか改善が見られませんっていうことで、うちでね、これからトレーニングをしてやっていこうかなっていうところで、連れてきました。で、人にはね、慣れてないですね。で、お家に行った時からはそうなんですけど、あんまり飼いで調べるっていうことをしないので、まあ、ちょっとね、ストレスに対しての、環境に対してのこう適応能力が低い、まあ、ちょっと弱い子なのかなっていう感じはします。ただ、これから刺激を加えていってあげれば、もちろん強い子に一つなってくるかなっていうのと、あとはやっぱりね、あのお散歩もまだ行ったことがないっていうことなんで、2歳なんですけど、あのリードを引っ張った時にやっぱりリードに対しての拒絶反応がやっぱすごいんですよね。ついてこないし歩かないし、で引っ張ったりすると、まあ、歩いてきたりしても、まあ、あのリードを噛んだりとかっていうこともある程度見られたりはするので、まあ、ただね、もともとこのビクビクで人に対してあんまり今ね、興味関心がない感じだとは思うんですけど、この子がね、これからどんな風に変わっていくかっていうのを皆さんに見ていただいて、で、そこからね、皆さんもね、こういうビクビクしたワンちゃん触れたりすることとか、もしかするとね、保護犬で迎えた時にこういう子って結構いたりすると思うんですよね。これリード噛んじゃうんですよ、こうやって。ね。ただ、こういうワンちゃんとどういう風に接していったらお散歩できるようになるかとか、一緒に、ね、楽しく暮らせるところまでも、どこまで、ね、トレーニングで直していけるかなっていうのを、これからね、どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひね、皆さん楽しみにして待っていてください。